笹団子外観笹団子を開いたところ笹団子は新潟県や山形県などの代表的な和菓子。あんの入ったよもぎ団子を数枚の笹の葉でくるみ、すげ、またはイグサの紐で両端を縛り、中央で結んで蒸したり茹でたりして作られる。北貫原地方など地域によっては中央で結ばないところもある。他県にも類似の菓子が見られ、山形県では 単語の節句の際に、晴れ食のおやつとして笹団子を食す。また給食で出すところもあるほか、茨城県日立大田市では、ちまきとして、笹団子に似た菓子が販売されている。ただし、この、ちまきの団子はよもぎを用いない白色のものである。笹には、殺菌効果があり、北越風土記によれば戦国時代に、蛍光保存食として生まれたとされる。 上杉謙信の家臣が発明したという俗説もある。新潟の各家庭内で作られていた郷土食であり、中に餡を入れたものだけでなく、ひじきや粗めの煮物を入れたものも食された。現在知られているのは、あずき餡の笹団子であるが、あり合わせの惣菜を詰めたり、中に何も詰めない団子も存在し、日常食として食された。笹団子を新潟土産の和菓子として、 売り出し全国的な人気を得たきっかけは、昭和39年の新潟国体開催だったと、される。新潟県の100年企業等によれば、1961年、新潟市中央区西堀前通り4番町に店舗が、ある老舗、笹川餅屋四大目店主の子、笹川雄吉が所属している、新潟市土産品協会に、新潟県と新潟市から、 新しい新潟土産物の開発を依頼され、1964年開催の新潟国体の団体向けのお土産として、有吉が時点で製法を見直し日持ちするよう改良した笹団子を開発。これにより、新潟県と新潟市から推薦特産品として初認定を受け、新潟土産菓子の笹団子として全国へ知れ渡る火付け役となった。反面、 土産物として得た名声と引き換えに、各家庭で作るものではなくなり、その習慣を知る人も減っていった。株式会社ニューズライン社の新潟情報誌、ウィーク、2016年3月18日号は、特集記事、バリエーション多彩なキングオブ、新潟手土産笹団子コレクション知らなかった笹団子の混弱物語、新潟土産の頂点に立った理由として、上記同様に、 新潟土産笹団子の元祖笹川餅屋を取材し、笹団子が新潟土産の定番になった経緯を紹介。1966年に笹川雄吉が NHK に出演して笹団子の包み方を紹介した際の写真も掲載し、新潟県民に対して笹団子の歴史認識向上を促した。現在では県内の主要駅、道の駅、パーキングエリア、 サービスエリアなどで販売されているほか、上越新幹線や特急列車では、車内販売も行っている。新潟県民にとっては、親しみのある菓子であり、新潟のソウルフードと呼ぶ人もいるほど地域に根付いている。また、福島県藍津地方でも地元菓子店が製造販売する例が見られる。ありがとうございます。